はい、あけましておめでとうございます。はい、ます今年初の少数のえっ、ー、と YouTube です。貼り方です。はい、概言です。はい そう先週がねちょっとまあちょっと嬉しいことにね人数が多かったんであのちょっとやる時間がなくて <laughs> であとあまりの寒さに <laughs> であとちょっと自分が早く帰らなきゃいけなかったんでちょっと時間がなかったんですけどやっと今年ありましたえっと今日も練習はちゃんとしましたもんね今またいろいろオミクロンとかでねいろいろ大変ですけどあのまあうちは細々とやっておりますのではいもしよかったらいつでも遊びに来てください。 ということで、えっ、ー、とどうですか今年、もうなんか二年二年ぐらいずーっといいよう感じやけど、またまた三年目にしてまたかって感じで、でまあトスはどうトス市民体感時代はまあ三月まではかかりそうだから、うん、もうこれは仕方ないとして、まあその代わり綺麗な 冷暖房付きの綺麗なトイレーーになってほしいですね。ちゃんとねなってほしいですけどね楽しみに春には楽しみにちょっとどうですか、まあ、やっぱ柔道は相変わらずちょっと大会が中止になったりまだ月熊が伸びたとも聞いたし、うん、なかなかできないですね。 こう次やろうかなっていう時に、うん、そ,その以上のハードルができちゃうので,で逆に言うと中止が簡単に,な、ね、か簡単に考えちゃうというか、うん、そうなんですよねだからなかなか頑張ってね大会をするっていうのはねどれだけ大変かっていうことですね。うんまあ、充実は、まあ、去年12月最後、うん、まあ記録的な感じでできました。 今年も、まあ、5月8月12月とね一応やろうということで、まあ、また今から動きますけどその前に3月に福岡が1個あるんですよね九州充実、うん、オープン選手権かな、うん、JBJJF のでもまあもしねあれやったら西自分もセコンドしたいので <laughs> あの西村さんとか <laughs> あの他のねあのパラナカのマスターの方たちがちょっと試合、ね、出るように、まあ、練習頑張ろうぜって言ったらまたこんな感じで。 まあ地味に練習はしていきますけどね、うん、打ち込み中心でも何でもはいその三月もあればいいですけどねうん、うん、この1週間はねちょっとねみんなおとなしくするでしょうねはい、まあ、難しいですねこのこればかりは、うん、はいそうそうまあちょっと充実とは話はずれますけどねちょっとすごいものを見つけましてねあの <laughs> 西村せっこついで <laughs> で私もともとであのー あれなんですよ野球少年だったんで <laughs> 野球大好きだったんでそれはもう誰だってね将来プロ野球選手になりたいって思うじゃないですか小学生、ね、で野球の自分でこうチーム作って自分どっかだったかなあの今城南区なのかな長尾小学校出身なんですよねもともとがそこで野球チーム作ってもう毎日のようにね野球で明け暮れてでやっぱ好きな漫画は水島真司ですよ。 でまあ、先日あの、ね、水嶋さんがねちょっと八十何歳かなうん、うん、で亡くなりになりまして、まあ、その前にもあの漫画家は引退したんですけどねあのもう大好きな先生でもうほとんど読んでます「あのトラッ」という月刊トラッ」とかいうねもうすごい古い同人誌っぽいねもう、まあ、の水嶋先生のうん、うん、こんな分厚い漫画の雑誌何冊か持ってたりでそこから昔はねあ,のあれなんですよねマラソンっていうか走る方の漫画とかも結構書いてたんですよ。 うん、でそこからなんか <laughs>、まあ「野球経の歌」とか、えーと「男ドア砲甲子園」とかねいろんなものが出てきて最終的にドカ弁でね相対性というかね、うん、もういろんなキャラクターが出てきてあ,あと一休さんとかね「あ<ー>ダントツ」とか「うん、光の小次郎」<laughs> もうキリがないですね。でそこで見つけたのがこれ自分も全館で新聞配りのバイトしてあの揃えてたんですよ。 でこれねすごいです、分厚い、「愛蔵版というやつで、野球卿の歌、岩田哲五郎、<laughs> 60歳で、まだ七十ぐらいまで投げたのから、にほほほほとか言ってね、もうすすごい遅い遅んですよね球がね <laughs> なんかもう、すごい、はい、それが最終的に、これ、全6冠なのかな、あの分厚いので、あのこれ、最終ね最後はほら、水原勇気というプロ野球初の女性ピッチャー。うん、でなんか野村先野村村監督が あの水島先生がその女性をプロにすることはできるのかって言ったらその1イニング1人ぐらいなら抑えれるかもしれないということで結局はあの1人1冊タイプのもう今でこそありますよね左のもう専門松井専用とかね王、まあ、選手専用ピッチャー安田とか言いましたけど本当そういう1人1冊の,そのプロ野球選手になって。 初の女性,、ね、女性プロ野球選手ができたというなんかで、ね、もあのキリがないですねで私が好きなのはねこの「北の狼南の虎」とかねあのいろいろねあのでこれ「東京メッツ」って言うんですよねでその中にもう二刀流いたんですよ「東京野球協の歌」に <laughs>「ショーマン仙道選手」って言ってショートとピッチャーもやってたのかな<ー>そしてバッターもやってたような気がするんで,で必ずあの三振を取るっていう時にピースサインじゃなくて ダブルサインを出すんですよ。そして三振を取って、もうすごいイケメンで、うん、もう超人気の絶頂の時にあることが起こるんですよね。<laughs> まあ、それは野球狂の歌を見てもらえば、もう、あの、オチがわかると思うんで、面白いですけど。すごい、いろんなキャラクターがね、いっぱいいて、あ、そして、やっぱ水島先生といえば、アブさんですね。うん、うん。アブさんも、すごい、なんからすごいですね。あれ、ね、あの。南海ホークスから、ずっとそのままね、うん、大英ホークスソフトバンクっていう。 ね流れで、ね、そのままついていっちゃったんですからね阿武さんもねだからいつ,いつ阿武さんが監督になるのかなと思いながら終わっちゃいましたけどはい、まあ、そんな感じでちょっと水島新司先生の追悼も兼ねて大好きな先生だったんで、はい、もうだってほとんどの野球選手影響を受けてるんじゃないですかきっとで、ね、でみんな好きな選手が違ったりねいろいろしてると思うのではい あなんかまあちょっとだからもう一回だから今から持って帰って <laughs> 読み直してちょっと思い出したいなというでちょっと日曜日にねまたあのバリカタテレビにねもう一回ちょっと読んだ感想とか想、はいまあ、まだちょっといろんな話をあの覚えてる話を、ね、できれば、ね、いいと思いますので好きな人がいましたらリクエストください。<laughs> というふうな感じで今日は野球の話でした <laughs>、はいあの。充実も頑張ります 充実、はい、はね今あのテーマを決めてねあの、うん、上と下の技で、まあ、ずーっと発展系を指してるので,で今んところね技名をバンクシーと言おうかなと思ってますのでうん <laughs> <laughs> 壮大なテーマでアートでいきたいと思います。うん、じゃあ、はい、さよなら,、はいさら